コンビニ大手のファミリーマートは店の負担軽減と食品ロス削減のためおでんを電子レンジで温めて提供する取り組みを始めましたコンビニのおでんをめぐっては具を作る際の鍋の仕込みや管理に手間がかかり店側の負担になっているとの声が上がっていました。こここれまでででででコンビニでおんでんを頼む際は、ちららのの鍋から選んでいたんですが、このように、 セットになったものが発売されるということなんです。新たな商品は製造から180日保存が可能で、レンジで温めるだけで商品が完成するため、店の負担軽減とフードロスの削減が期待できるとしています。沖縄を除く全国の店舗で、オーナーが鍋を継続するか、電子レンジに変更するかを選べるということです。